目指せ初段、今回はですね、タリチさんですね、ハンドルネームタリチさんで、クラブ24で10級という方ですねが、寄付を送ってきてくださいました。はい、でですね、NHK 杯の放映がきっかけで数年前社会人になってから始められたということで、得意戦法は角交換四間飛車と、相振り飛車、まあ、振り飛車党のようですね。で、悩みがですね、相振り飛車で玉頭に厚みを作ろうとすると大抵の場合、攻め負けてしまうということで、厚みで押し返して切らせて勝つ構想などは、有力でしょうかという、感じで、書いてあります。はい、ということで、本局もこれ相振り飛車の将棋ですね。はい、です。はい、ということで、解説していきたいと思います。はい、先手番が、タレチさんですね。はい、7六歩、3四歩で、6八飛車と、まあ、振り飛車にされたと。で、3五歩、3八金。まあ、相振り飛車は、まあ、金無双ですね。金無双であったり、相振り飛車でよく出てくる囲いですね。金無双であったり、あとは美濃囲いですね。美濃囲いであったりですね。はい、であったり、穴熊ですね、こういう形ですか。こういった感じの囲いがよくできますね。はい、で、本局のこの3八金といった指し方もよく見られる指し方ですね。はい、3八金から、まあ4八銀と上がってこう王様を囲いに行ってこう低く構える指し方とか、まあ、あとは2八銀から2六歩2七銀でこう、銀冠ですね、王様をここに持ってきて、銀冠で指すような指し方もありますね。まあ、それぞれ特徴があって、まあ、その中で選択していくということになると思うんですけども、本局ですと3八金と上がられました。で4四歩4九玉とで3二飛車4八銀とね、で6二玉3九玉3六歩と、ここで飛車先をついてきましたね。はい、同歩、同飛車と取って、まあ、ここの横歩が少し狙われているので、ここで6六歩とついて受けたと。で5二金左、3七歩としましたね。で3四飛車6五歩と引きました。で、後手の方は7二銀と上がって、まあ、美濃囲いに組みますよという意思表示をされましたね。で、6四歩、同歩、同飛車と。で、6三歩、6八飛車と引かれましたね。で、7一玉に5九金と、まあ、呼びましたね。これはかなり低い形で構えていて、まあ、横からの攻めには強く囲いですね。ただ上からの攻めには、例えばこの2筋のあたりを攻められると、何ですかね、まあ、そこまで強くないというところですね。横からの攻めには強くて、この2号の2筋の攻めには、ちょっと難があるような囲いというところですね。これは、はい、で2四歩に9六、2五歩に7八銀とありましたね。で2四飛車と寄って2八玉としたね。で4二銀と上がって、ここで3六歩と、まあ矢倉に組み行ったんですけれども、ですね、ここでちょっと嫌な手があって、2六と突いてくる手がありましたね。同歩、同飛車と取ってきて王手をかけてきたときに2七歩と打つと、この横歩を取られてしまうと
いうことで、2七金と上がって受けると飛車を引いて歩を打った時にこの金がちょっと上ずってしまってるというそういうので、まああまりなんていうんですかね、ちょっとこの金上がりは上ずって指しづらいというところなので、2八玉と上がる前にですね、あの3六歩と突く手はありましたね。こうですね、はい、ここで3六歩と突いて、仮に突いてきたとしたら同歩同飛車で、これは王手ではないですかね、先ほど違って、これは3七銀と上がって受けることができますね。2四飛車に2七歩と打って、はい、金を張って王様入って、まあ、矢倉ここに組むことができるというところで、まあこういった細かい違いが後々の局面にこう影響を与えるという、まあ、意味がありますね。はい、本局は、2八玉4二銀に3六歩とついて、まあ、本局は4三銀と上がって3七銀に3三角と進みましたね。で4八金上がると、でここであの角交換を挑んできましたね。4五歩、はい、で3三角成、同桂、7七銀と、はい、で4四銀で1六歩、1四歩ですか。で、ここで、まあ先手としては攻めれるのであれば攻めたいんですけれども、そうですね、なかなかやはりこの低く美濃囲い囲む、あの作られてて、まあ難しいんですけど、まあ3二角のような手は考えられましたね。はい、まあ、ちょっとこの角が、危なくもあるんですけれども、はい、まあ6五の地点になれれば馬が打ってきますからね。はい、で4で本譜は9五歩と使われましたね。まあこれはこの9五歩とついた意味としては、まあ9五歩はマイナスの手にはならないので、相手から攻めてきたところをうまく何て言うんですか、カウンターで、まあそういった展開ですね、この将棋は。で本譜は後手から4六歩同歩5四角と打たれたんですね。はい、これはどういう意味かというと、4六と突き捨ててこの角を打った時にこの角道を通してですね、次に3五歩から同歩同銀とですね、3五歩同歩同銀と来ると、はい、まあ次に3六歩と打たれてしまうとまずいということで、でですね、本譜はそういった展開になってしまったんですけれども、ここですね、5四角の狙い、相手の狙いは3五歩と打ってくることなので、これはあの相手の狙いを、まあ、あのカンパして4七金が上がると、はい、上がる手はありましたね。これは3五歩と来て、同歩同銀と来た時に、これはあの先ほどですと金が下にいたので3六歩と打ってもこれ同銀と捉えてしまうんですけれども、今回は3六歩と追い返しに行くこともできます。はい、でここでですね、銀を引いてもらえれば、これはあまりあの後手としてもこの角打った効果が薄いですよね。はい、なんですけれども、ここで2六歩と突く手があります。これはあの角道を生かした攻めで、銀を取ると2七歩成となって、これはまずいですね。飛車と角とでこう2七の地点攻められてしまって、これはまずいです。ということで、2六歩には同歩と取って、同銀同銀、まあ銀交換はされてしまうんですけれども、
同飛車2七歩と打って2四飛車と、はい、いたあのこの局面ですね。でこの局面ですと先ほど4六歩と突き捨ててきた一歩があって、これ歩は一歩得してるんですね。それで、まあ、銀交換にはなってるんですけど、まあ、先手陣も、まあ、まあまあ安定してますし、はい、であの角は相手は打ってる角ですけど、まあ、自分は手持ちにしてるということで、これはあの先手もかなり戦える形ですね。はい、まあ、具体的にはこう3五銀とかこうこの辺で厚みを築きにいくような手もありますね。はい、飛車が引いて5六歩とついて、この角にどんどんとこう厚みで押していくというような指し方がありますね。うん、これはかなり有力な展開だったと思うんですけれども、本譜はですね、ここで5四角と打った手に対して、5四角と打った手に対して、これは8六歩と突いたんですね。8六歩とここで一手をかけたので、ここから3五歩から2個攻め込まれてしまう。形になりましたね。同歩同銀と、なのであの先ほどあの相談内容に、まあ、相振り飛車で、まあ、攻め込まれてスマホを持ってかれてしまうようなことが多いというふうに書いてあったんですけども、ここで4七銀と上がってこう厚みを築くようなんですね。ここのラインで厚みを築いて、攻めさせないというような指し方をしていただくと良かったかなと思います。はい、これですと今ここで4七金と上がっても3六歩と打たれて銀を引いてここで位を取られてしまいますからね。はい、これはちょっとまずいですということで、3五歩同歩同銀に、3六歩としましたね。打たれて同銀同銀同角とで3七歩と打たれですね。で、5四角とこう進みました。でこの進んだ局面を見てみると、ですね、先ほどとの違いですね。先ほどは、こういった局面だったと思うんですね。こうですね、こういった局面、5四角に4七金と上がってた場合ですね、こういった局面が想定されたと。はい、でこの場合は角道がこの4七金と上がったことによって3六歩が打てているので、角道をここで止めていることができるということで、まあ、3五銀であったり5六歩といったあたりでこう相手の駒を圧迫することができたんですけれども、今ですと、こうですか。で8六ついたこの局面ですね。この局面ですと角道がこう2七の地点に効いてるんですよね。2七の地点に効いていて、さらに銀を持っているので、こう5九銀といった割り打ちもできて、先ほどの局面に比べて損をしてしまってるんですね。はい、この辺で厚みが築けないということになっています。はい、なので8六ではなくて4七金上がるとなった方が良かったかなと思います。はい、で、本譜はこの5九銀の割り打ちを防いで8八飛車と回られたんですね。で、2六ですか。2六歩同歩1五歩ですね。で同歩と取りました。まあこの辺りは後手からはいろんな攻めがありますね。今この王様非常に硬いですよね。まだ歩もここの8五にも伸びてきてないので、攻めがない状態なんですね、先手から。はい、で、飛車角で銀手持ちで桂香全て使えるので、かなり今後手としては理想的な展開なんですよね。で、本譜は1六歩と打たれて、まあこの歩もありますし、あともう一つは2七歩と直接王手飛車にもありましたね。同金に3九金と打ってもガンガン攻めていってしまうような、手も考えられましたね。同玉ですと2七角成となって、まあ、これはかなり破壊力がありますね。まあ、本譜の1六も悪い手ではないです。で、
3五銀と、まあ飛車に当てながらこう2六飛車も防いだという手ですね。で2一飛車に1六香と、まあ、これで、ね、3五銀と打ったことによって相手の攻めを受け止めたかのように見えるんですけども、次の手が後手の方はすごいいい手でしたね、はい、3四歩ですね。これで打つことによってこの2六の地点に効いているこの銀の利きをずらすということで、3四歩同銀に2六飛車と、うん、これ痛いですね、はい、これは局面は後手が優勢です。これは2七歩と打ってこの香を取られてしまったと。で3三銀になるとなりましたね。で2六歩と打ったんですね。ここはですね、まあ、2六もありますし、本当に、確実に攻めるなんですね。もう1九銀と打ってしまうとなりましたね。王様引いて1八飛車成となって、でこれ次の狙いは2八歩ですね。こういった確実な攻めをしていけば自玉が安泰なので、一歩一歩こう進んでいけば、まあ、王様逃げたら歩をなって、はい、で何か指したらこう2八とと引いてこうしっかりと攻めていくという、はい、そういう指し方も有力だったと思います。まあ、本譜の2六も、考えられてですね、はい、この角を使って同歩であれば1八飛車成と飛車が成れるということですね。で2六に対して3六、うん、これはいい手ですね。受けの手筋で、はい、角を近づけて同角に、3七金左と上がってこの2七地点を受けたと。で、2七歩成り、同金、夜ですね、はい、夜と取りました。で、同角成と切ったんですね。まあここで2四にこう香車を打つような手も考えられましたけど、まあ一気に行きましたね。同角成、同金、4六飛車、まあ、こういった強い攻めができるというのはやはりこの玉形が安定してるからですね。玉形が安定してればこの王様に対して激しくこう角を切ったりとかそういった攻めもしやすくなるということで、まあ、しっかり王様を囲っておくっていうのも大事なところですね、はい、で4六飛車に3七角と打ちました。で4九飛車成、3八角、で4四竜と行きましたね、はい、うん、これもいい手ですね、はい、まあそんなに急いで勝ちに行く必要ないですからね。こういうところで変にこう銀を決めて、まあ、王様上がってっていうこの感じになるとこうなんていうんですか、王様を逆に上の方に握られやすくなって捕まりづらくなるっていう恐れもあるので、わざわざこう銀を決めなくてもこの相手の攻め駒を攻めてしまってもこれいい手ですね。4四竜、4八飛車と回られました。ここですね。ここで本譜はこの成銀、まあ本当に取りたい成銀なんですけれども、4一飛車成と成られてしまったんですね。まあそれでもまあまだ悪いわけではないんですけれども、ここで後手の方が確実に勝つのであれば、これをこの今8八にて使ってない飛車だったんですね。使ってない飛車を、はい、使ってない飛車を使ってきてこの銀が取れたんですけど使われてしまったということなので、これは使わせないようにこれは4五歩と押さえてしまうのが、まあ、一番勝ちやすい指し方ですね。この飛車をいやこの角をこう裁かせないというところでですね。で、本譜は3三竜と銀を取られましたね。で4一飛車成と
で、3六歩と。あ、すいません、4一飛車、すいません、逆ですね。はい、3六歩と打ってきました。はい、で、5五角と。ここで、気をつけないといけないのは、この角のラインですね。ここの角のラインで桂持ってますからね。これはあの仮にここに王様がいると、この7四桂っていうのはこの典型的な美濃囲い崩しの筋がありますので、そのあたりには気をつけないといけないですね。なので本譜3七銀と打ったんですけど、このあたりがちょっと危険でしたね。はい、銀も渡してしまいますからね。3七銀、同桂、同歩成、同金と。いきましたね。まあ、ここで、飛車取りが残ってますからね、だいぶもう局面は、難しくなりましたね。2三竜と寄って、2六歩ですね。はい、で、本譜は、2七歩、同角、3五桂と打ったんですけれども、はい、ここで先ほど3七銀と打ってきて、こう銀を手にしたので、はい、ここからいい手が出ましたね。先手の方に、6二歩と打たれたんですね。で、同金寄ると取られてますね。はい、まあ、同玉と取る手もありましたけど、まあ、ただここで必殺の寄せがありましたね。はい、8二銀、同玉、6一竜と。これは金銀どちらで取っても詰みなんですよね。これは美濃囲い崩しの典型的な手筋ですね。同金ですと7四桂、まあ7一玉に8二金打って詰みと。同銀でも同じことですね。王様逃げて8二金で詰みとですね。ということで、この必殺の寄せを、後手の方はちょっと、まあ、食らってしまったというところですね。まあ、3五桂、2七歩同角、3五桂と打つところで、まあ、ここの6の地点ですね、をで受けて、この角道をなくしとくっていう指し方はありましたね。はい、消しておいてから攻めの方に転じるという指し方はあったと思います。はい、で、本番6一流で、2七桂成とですね。あ、それですね、すみません、6一流と取るところで、これですね、6一流と先に取る手が大事なんですね。これ、7四桂と打つと、これは逆に失敗するんですね。7一玉と引いたときに、まあ、6二桂成となる。でも、これは同玉で、まだ大丈夫と、後手陣が。はい、で、6一竜と取ると、これは同金とか同銀であれば、8二金までで、これは詰むんですけれども、今度は、6一竜に対して、同玉と取られちゃうんですね。これでこの王様は詰まないということで、なので6一竜と先に取ることによって、これは金か銀どちらかで取らせることができると、この王様では取らせないということで厳しい手なんですね。斜め桂が、はい、で本譜は2七桂成となって、同金、金と取りましたね。で、6四銀と、まあ、この7四の桂を、まあ、慌てて受けたんですけれども、これはですね、同角と取って、
ちょっと受けにならなかったですね、これは。あの同歩と取ると7一銀か詰みですね。あ、本譜は同歩と取られましたね。はい、同歩と取って7一銀と打って、後手の方が投了されたということで、まあ、あの最後の6二歩から、まあ、同金と取ったので8二銀から6一歩って本当にあの綺麗な寄せで、あの素晴らしかったと思いますが、本譜のあのその相談にもありましたように、こう上から押し潰されてしまうようなことが多いということでしたので、やはり5四角といったこう上からの攻めに対してはしっかりと4七金でケアしてあげたりとか、そういうところが大事かなと思いますね。で、銀交換になったらこういう2四飛車3三桂の形であれば、この飛車を攻めるようなこう、まあ、先ほど言いましたようなこう3五銀とかそういったような感じでこの辺に厚みを築いていくと、上に。はい、そういう指し方は相振り飛車では有効な手段だと思います。はい、ということで今回は以上になります。